名鉄百貨店本店メンズ館の1階にあさってオープンする名鉄商店。名鉄沿線の愛知と岐阜にあるグルメの名店とコラボした商品70点余りを取り揃えています。岡崎市からはフルーツサンドブームの火付け役、ダイワスーパーのフルーツサンドが登場。パンに名鉄電車のイメージカラーである赤の食紅を練り込んでいます。フラワーアレンジメントのようなこちらは和のスイーツ、おはぎ。名古屋市北区のアンデフラワーのオーナーが一つ一つ手作りしていて、12月はクリスマスをテーマにポインセチアやバラをイメージしています。さらに岐阜タンメンが名古屋の老舗あられ店とコラボした商品は、こちら岐阜タンメンのパッケージはラーメン店らしく岡持ち仕様になっています。見たことのない商品が並んでいますが、実は全て名鉄商店のオリジナル商品。その開発にはある狙いがあるそうで、 Z 世代をターゲットに作りました。 SNS なんかで発信能力がですね、他の世代にも断然ある。プロジェクトメンバーがほぼ20代が中心でやってまして、で私たち、おじさんはあまり文句を言わずにですね、名鉄百貨店の客層に少ない若者がターゲットで、 SNS が当たり前の世代の取り込みを狙った商品作りを徹底。例えば名鉄タクシーのあんどんをかたどった和菓子や、ななちゃん人形のくずアイスなど、若手社員の自由なアイデアで多くの商品が生み出されました。さらに販売方法にも若者向けの工夫が。こちら店頭にはほとんどポップが置いてありません。その代わりに商品カードをスマートフォンで読み取ると、商品のページに飛んでいって説明を見ることができます。発信していただいて皆さんに可愛がっていただけるお店になれればいいなというふうに思ってます。名鉄商店はあさって午前10時にオープンします。